どうも、白石秀則です。はい、今から私、7月1日にデジタルリリースが発表された BE:FIRST×80s。こちらの方でね、僕、80s さん、そこまで、てか、全く知らない。お恥ずかしながら、私、音楽リアクションも BMSG のアーティスト9割9分9厘。もう BMSG のアーティストしかリアクションしてないんですよ。まあそもそも自分はロックバンドをしてまして、ロック畑なのでね。で、多分80s 好きな方もこちらの方、今回このチャンネルね、見る方もおられるかなと思って、少し自己紹介しとくと、まあずっと20年間ぐらい音楽業界にいて、ロックバンドとかしたり、まあ音楽プロデュースとかをしてました。自分の楽曲もまあオリコンの20位台に入ったり、まあ CM とか映画関係にも使われてたりしてて、まあそこそこ音楽をこうやっていました。そこそこかな。うん。で、今は40過ぎてから介護業界に入りまして、今事業所で管理者をさせていただいています。で、フリーでね、音楽の方も続けさせていただいてて、 BE:FIRST ギフテッドに出会って、そして THEFIRST オーディションで彼らを好きになって、そして BMSG も好きになって、BMSG を中心にね、音楽リアクションをさせてもらってるんですが、今回ね、80s さん名前聞いてて、もう大御所、大御所っていうか、もうビッグアーティストって私はそこは認知してるんですよ。で、韓国のアーティストだっていうことでレベル高いんだろうなって私は勝手に思い込んでいるわけですよ。で、もう7月1日デジタルリリースするということで、一曲も知らないっていうのはどうなのかということで、私、一番最新のミュージックビデオですかね、確かね。こちらの方、ちょっとね、初見リアクションしていきたいと思います。お手柔らかにお願いいたします。さあ行きましょう。彼らも8人組、せーの、ポチリ。なんか久しぶりだな、この感覚。初めて見るっていう。おお、いきなり9名。お、みんなシュッとしてんな。英語か、すごいね。あ、めっちゃおしゃれだな。めっちゃ音数少ない。ループだね。みんな歌えるね。まあローベースが、もうサスのベースが相当効いてる曲だから、ライブだとこう結構トリップしちゃうだろうね。ゴールデンク。お、展開がある。
開拓開拓する感じ。ちょっと待って、これライブパフォーマンスないのかな。みんな歌えるね。ちょっとパフォーマンス見たいな。ああ、ライブパフォーマンスある。ダンパフォーがいいな。あ、ダンスプラクティスあるね。ダンプラ見ましょう。楽曲をシャレてんな。グローバルだね、やっぱり。せーの、ポチリ。あー、あ、面白いね。しなやかだね。あ、面白い。人気のグループも面白い。おお、おお、鳥肌立った。すごいね。表現力あるね、みんな。すごいね、顔がね。結構個性を主張するダンスをする人もいるね。すごいすごい、顔がすごいね、みんな。演技力が、あ、面白い。すごいな。かっこいいかも。すごいかもって失礼だよね。すごいんだもんな。ビッグアーティストだもんね。何もサングラスが飛んでたの。心臓に負担がかかるダンス。ちょっと待ってくれ。もうここへ来たら僕やっぱ歌の人なんでね、パフォーマンス聞きたい。歌のパフォーマンスを聞きたい。せーの、ポチリ。これ歌いにくいからね、めちゃくちゃ。しっかりこうブレスの音、息遣いが入ってるからマイクオンだな。ハンドマイクの子もいたな。あー、いいリズム。
かっこいいなこの子。ハンドマイク、奇抜な色。いい声。この子高いね、キーが。この子もすごいいいんだよな。てかみんないいんだな。やべえな。うおーい。なんかみんないい癖持ってるね。曲も癖になってくるね。いや、じゃこのパフォーマンスいいわ。もう一回見る。ちょっと待って、すごいみんないい癖持ってる。この子の声もいいんだよね。まずメンバーの名前はちょっと覚えないといけない。うん、すごいいい、なんかこう声の切り方。こうみんな響かせるとか違うから、キャラクター分け。ヒョー。ここのこの子の響かせ方がいい。雰囲気あるよね。いい声、表現力すごい。このハンドマイクの高音が抜けてくるんだよな。いい声。あー、ビートがいいんだ。かっこいいな。この子がこのハイキーをこうなんていうの、制圧してるから、こうみんなが暴れれるね。ハイキーなんだけど背骨みたいな役割してるよね。ちょっと俺気になる子が4人ぐらいいるんだけど、名前を知りたいね。かっきー、素直にかっきー、すげえ。 80s さんすごいっすね。そうそう、この子はなんていう名前ですか。すげえかっこよかったけど、いや多分ね、この曲ではみたいな感じだと思うんですけど、この子もねすげえかっこよかった。で、あ、この子はねなんかすげえビジュアルが良かった、なんか好きだったもん。この子よかったね、雰囲気あるね。でこの子もすごいいい声してたな、雰囲気もあるし。でやはり背骨の役割のこの子素晴らしいね。うん、なんでこの子だけハンドマイクなの。これ絶対理由あるんだろう。
教えてください。これかっこいい。いやてかみんなかっこいいな。なんかこの子とかも雰囲気すげえあったもんな。やべえ、ちょっと他の曲も見たくなってきたな。とにかくやべえグループだってことは私もさすがに分かりました。うおお、なんかセクシーやったねこの子。いやいや、セクシーで言うとこの子もセクシーやったね。帽子かぶってた子もいたんだよな。ここにもいるでしょ、この子ね。この子もセクシーでしょ。なんかセクシーな子多いね。うん。で、声がみんなやっぱキャラクターがあるから、いいね。で、みんな表情がいいんだよな。うん。で、なんかベクトルが一緒の感じがするね。80sも。ね。BE:FIRSTにとっちゃもう先輩だからね、グループとしては。いやー、いいもん見させてもらいました。ちょっと、これを機に、また、これはっていう曲があったら教えてください。私。ちょっと予習をしないといけませんので、 80s、 そもそも 80s さんなの、 80s さんなの、もうそっからだからね。そしてメンバーの名前をね、ちょっとこう絶対まあミュージックビデオも出るし、 BE:FIRSTとのハッシュハッシュ考えるときは鳥肌だね。はい、ありがとうございました。 80s さんのことを知らないベシティ音楽家おじさんが初見リアクションしていきました。めっちゃ興奮しました。